回は40代に入って痩せにくいし太りやすいよっていう方にぴったりなつくバーピーというメニューを紹介します。今回のメニューのいいところが弱ってる体の後ろ側全部使うことができます。体の後ろを鍛えるってことは通常の8倍痩せるって言われてます。めちゃくちゃお得なメニューになってます。1種目20秒全部立って行います。気になるお腹、取れにくい背中の脂肪、年々増える腹囲に加えて垂れてしまったお尻や代謝とともに衰えてしまった下半身、一緒に解決していきましょう。足を開きましょう。膝の上に手をついてこの状態で上下に跳ねます。かがんだら手で膝を押す感じで胸、背中、筋肉使ってください。そしてお尻を上下に動かすことでスクワット効果、もも裏、お尻、もも鍛えてます。マイペースでいいですからね。はい、これをもう2回やっていきます。自分のペースでいいですからね。今回はね、だいたい中腰で行うメニューが多いです。あっという間に終わりますからね。運動不足の人、下半身弱い人、頑張りましょう。 OK、あともう1回です。呼吸がね、少し乱れてくるかもしれませんが、1回乱れた呼吸はね、その後楽になってきますから、少しずつね、呼吸も戻しながらやっていきましょう。 OK、 で今度はね、中腰で手を前後に振りましょう。こういう感じです。このね、手を振り下ろした時に下半身で一気に力がねかかりますから、オッケー、結構下半身鍛えられますよね。2回目頑張りましょう。あっという間に終わりますからね、最後まで頑張ってください。あともう一回。肩、背中もすっきりしてきますからね。今度はね、手をついて片方ずつ背中を動かします。背中、腰ひねってみてください。反対も一緒です。なかなか痩せにくいよっていう人はね、やっぱり弱い筋肉が鍛えられてなかったり、慣れたことばっかりやってしまって刺激が足りないのかもしれません。 OK、 反対もいきますよ。たまにはね、ちょっと変わった動きをすると体が変化してくれます。体がもうすでに暖かいですよね。反対もいきましょう。息しっかり吐いていきましょう。オッケー、今度はお
尻の方に手を回して足を開いて上下に揺れます。手を前にするとね、背中が丸くなっちゃうんで、手をお尻の方にして楽に跳ねてください。OK、 あと2回、バックルに上下に跳ねましょう。これでもすごいももにね、力が入ってますからね、上半身の力を抜く意識で。よっしゃー、あと少しですよ、頑張っていきましょう。に力を抜いて、一回ずつね、ももにすごい力入ってますからね。OK、 じゃあスクバーピーいきましょう。こっからね、手を振ったら立つ、手を振ったら立つ、2で立つ、手は万歳、体を上に伸ばして、 OK、 あと2回やったら終わり。めちゃくちゃね、鍛えられて脂肪減ってますよ、頑張ろう。一気に上に上がって、手の反動で上に上がって、OK、 あと1回で終わり。よくここまで来ました。あとちょっと、弱った下半身、背中、もも裏、お尻、全部鍛えられてますよ。OK、 できれば週に2回から3回が目安で、心肺能力、代謝どんどん上がって、痩せ続ける体が作れます。体が冷えやすい人は 100% 代謝が下がってます。今体が温まってるよって人は代謝が上がってる証拠ですから、これを維持して続けてください。やったよって人はグッドボタンやコメントで教えてください。